歌人です。今回作るものなんですが、以前からよく質問をいただくトウモロコシ丸ごと1本のタイプはシルバニアのコーナーでやろうかなと思っているので、コーンバターに変えて作っていこうと思っています。動画の中で透明粘土スケルくんとモデナを混ぜて使う部分があるんですが、こちらのスケルくんは乾燥すると名前の通り粘土が透けます。今回コーンの粒の程よい透明感が欲しかったので、こちらの2つを混ぜて使いました。スケルくんを持っていないという方はモデナだけでも十分作ることができるので、スケルくんは混ぜずに作業を進めてみてください。どちらの粘土も手芸屋さんって手に入りにくい粘土なので、皆さんのお近くの手芸屋さんに茶色いパッケージのフリーリという樹脂粘土が売っていると思います。そちらを使うか、こちらの樹脂粘土グレイス、こちらも手芸屋さんで手に入りやすい粘土なので、こちらを使っても作ることができます。スケルくんとモデナを混ぜます。ほんのり透けさせたいのでモデナを多めに入れます。タミヤカラーのクリアイエローで粘土を着色します。そして表面を乾燥させます。タミヤカラーのクリアイエローとクリアオレンジで着色をしていきます。この時スポンジでポンポンと叩くように塗ってください。本日もご視聴ありがとうございました。
この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。